昔々宮城県仙台市におじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは青葉山に研究に、おばあさんは八木山橋に行きました。おばあさんが八木山橋に足をかけると、何やらブツブツ風鈴変換風鈴変換と大きな桃が流れてきました。おばあさんは大きな桃を拾い上げ、自然科学総合実験棟に持ち帰りました。そしておじいさんとおばあさんが実験の単位を浮かせるために、最小二乗法を用いて回帰分析を行っていると、なんと桃の中から元気な男の子が飛び出してきました。桃から生まれた子をおじいさんとおばあさんはイカトンと名付けました。強いイカトンに育てるために、おじいさんとおばあさんは長い長いショルダーのメッセンジャーバッグや、折り返すとチェック柄が出てくるようなチのファン、英字が散りばめられているロンティーなど惜しみなく買い与えました。そしてある日、イカトンが言いました。僕、青葉山に行って悪いクマを退治します。イカトンはおばあさんにメガトリテンチューを作ってもらうと、早速青葉山に向かいました。青葉山に向かう途中で長い行列に遭遇しました。大ですか、小ですか。小少なめ方々で、そう、ラーメン二郎です。お客さん、ニンニクは入れません。そして今度は国分町に行き、キャッチに出会いました。イカトンさん、どこへ行くんですか。虎の王でセイクで優勝。そして今度は膨大な量の実験レポートを終わらせるために、イカトンは麻剤を飲みました。麻剤普天満宮で麻剤。こうしてラーメン二郎を食し、虎の王でセイクで優勝し、麻剤を飲んでパワーアップしたイカトンは青葉山へと向かいました。青葉山に着くとイカトンはトイレに行きたくなりました。しかしながら個室は満室です。やっと空いた個室で用を済ませると、なんと屈強なウェイどもが外で騒いでいるため、イカトンは個室から出ることができません。イカトンはツイッターに愚痴を書きながら、オタサーの姫からの反応を待ち、ウェイどもが去るのを今か今かと待ちました。ようやく外に出られたイカトンは、長い長いショルダーのメッセンジャーバッグからハギコカードを取り出し、ヤギウダアンテナを武器として購入し、備えクマの元へ向かいました。いざクマと対面すると、イカトンは FF 外から失礼するぞ、このクマ怖すぎ、自分リツイートいいっすか、美少女に膝枕で看病されたい人生だった、クマと対面したのいいよ恋4年ぶりだなどと発言を繰り返し、とうとうクマが参った参った降参だ、助けてくれと手をついて謝りました。イカトンはクマから取り上げた宝物を原付に詰めて家に持ち帰り、莫大な資産を手にしたイカトンはついに家から出なくなり、大学にも姿を現さなくなりました。家から出なくてもネトゲやアニメ鑑賞、ツイッターに幸福を感じているため幸せな生活を送っていました。大学のブラック研究室から解放されたことにより、無理な徹夜もなくなり、慢性的に出ていた目の下のクマも徐々に姿を見せなくなりました。ブラック大学である東北大学の学生が本当に恐れていたのは、日々研究に明け暮れ徹夜を繰り返すことによって目の下に現れるクマ、その恐怖が具現化された姿として、青葉山にはクマがたびたび現れていたのではないかと、まことしやかに囁かれております。